今週内堀知事と面会した駐日スイス大使は、福島県産の食品などに対する輸入規制を今月15日に撤廃することを表明していました。福島県によりますと、スイスとともにEFTA、欧州自由貿易連合を構成するノルウェーとアイスランドは今日付けで輸入規制を撤廃したということです。 EU 欧州連合も今日輸入規制を撤廃しています。これにより原発事故を受けて最も多い時で55の国と地域が県産食品などを対象に輸入を規制してきましたが、今月15日には8つの国と地域に縮小。福島県は中国や韓国など規制を続ける国と地域に撤廃に向けた働きかけを続けることにしています。